子さん7290点。あ、お帰りなさい、お帰りなさい。はい、いらっしゃいませ、どうぞ。あら、かわいい。まだあのカンボジア、ベトナム、そしてバンコクを旅の途中でいらしてくださったみたいな格好ですけれども、はい、ね、本当にこんばんは。お元気でしたか。はい、元気でした。初めてですよね、番組初めてこの番組でね、はい、あ、なんかずっと中継ありましたんでね、もう友達に思っちゃいましたけど、司会なので、一つよろしくお願いします。それにしてもカンボジアの中継がうまくいったのはびっくりしましたね。よかったですね。うん、僕ワンカメでございましたからね。でも本当によかったです。はい、そして、まあ、ベトナムもお回りになって、そして、ね、お帰りになったんですけど、随分のものをご覧になって、今何か心の中にありますか？そうですね、本当たくさんのいろんなことを見せてもらったんですけれども、ボランティアとか援助って難しいなって、まだそれだけなんですけど。でもなんかしてあげたいっていうふうには思ったでしょ？とても。そうですね。はい、はい、それでは突然でございます。ここで南野先生によるカンボジア語講座でございます。すごい、はい、講座だなんて。南野さんはですね、向こうの方でカンボジア語をいくつか覚えてらっしゃいました。これがその覚えたものでございますけども、ちょっとこれ紹介してもらえますでしょうか。てか、こんにちはとかっていうのは、チョムリアプスワとか。チョムリアプスワ、はい、ですね。お元気ですか。ソクサバイ。即さばい、はい、即さばくっていうんですかね。はい、いろんなことおっしゃらない方がいいですよ。先生がおっしゃってるんですから。すいません、はい、ありがとう。おっくん、おっくんちゅらんなとか、おっくん、あの渋垣隊にいたのはふっくんです。まあ関係ございませんけど、はい、あとじゃあ数を、モエイピーバイワンプラン。モエイピーバイワンプラン、そう、4がちょっと違ってませんでした。4は何でしたっけ。モエイピーバイボアン、ボアン、ボアンですよ。ボアン、ボアンプラン、はい、素晴らしい。なるほど、ね、南野さんはですね、ご自分の歌もカンボジア語で歌えるようになったということなんでございますけども、間違ってるかもしれないですけどなんせジェスチャーで教えてもらったから、秋からもそばに「好きよ好きよ離れないで」だと「スローランスローラン泣いちゃもう上かねえあ」とかね、あら、かわいい、そういう感じじゃないかと。それから例のあなたの隠し芸をあちらでおやりになったら、あちらのお子さんお喜びになったそうですけど。いつもの指を使ってやるやつ。ちょっともう一回ことお願いできますか。はい、どうぞ。チャランチャランチャンチャランチャランチャンチャランチャランチャンチャン。ごめんなさい、もうベストで何回もやってはい、でも私は大好きなんですよ。これ、でもこの芸がカンボジアで大受け。どこ行ってもやってたんです。そしたらカンボジアで、うん、みんな初め何してるこの人はみたいな感じだったんだけど、ちゃんと覚えて、おーとかいうのもやってくれて、チャラン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 って見てやったら子供たち嬉しかった。そうそう、今カンボジア行ったら子供がみんなチャランチャランチャランチャンやってるんじゃないですか。そう、あっち向いてホイとかもね教えてきた、教えてきたよかったわね本当ね、はい、じゃあお願いできますか。本当にお元気そうでね、なんか全然病気もしなくてお腹も壊さなくて、でもなんかあの通訳の方がね、お腹壊したって言ってましたけど、お腹壊したって、でも本当にね、まあ、30万人の孤児がいるというカンボジアで、チャランチャランチャンチャランチャランと教えて、みんながねそこで楽しかったってのは本当に良かったと思います。はい、それでは歌ってもらいましょう。今週の第8位でございます。南野陽子さんで涙はどこに行ったの。南野さんはカンボジア語を一方的に覚えただけではなく、日本語もたくさん伝えてきました。それも通訳の方が病気になってしまったため、全て自力で。カンボジアの皆さんはこの歌まで覚えてくれたそうです。今週第8位、南野陽子さん、涙はどこへ行ったの。君の胸の悲しみ、それは僕の悲しみ。優しく響く声を今も覚えてる。出会ったあの頃よりぎこちないのね。さよならさ
ここまで来て この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王スタジオでお歌いになっていかがでしたか南野さん。いや緊張しました。キリン緊張した。はい、そう。でもロッテ気候はどうでしたか。あちらの方では向こうすごい日産自動車の提供でお送りします。あんま焼けてませんね。ツインから登場プロテクエディット。プロテクその1クロスフェードロッププロテクその2 CD オートエディットプロテクその3ツイングライコンプロテクエディット今度のローディツインエディット今度編集はプロテクローディ。さあお待たせしました。参りましょう。今週のスポットライト。今夜のお客様、ザ・ストレスが今週20位にランクインしている森高千里さんです。どうぞ。初めまして。よろしくお願いします。あの方お衣装がなんかとてもあのセクシーなお衣装だから、だから会いたい会いたいしたら全然お衣装違ってたじゃありませんいや、歌う時は素晴らしいご衣装にですね、着替えてくれる。ちょっと、ちょっと、ね、みんな見て、あそこでほら見て、あっ、まあ、何を言って、黒いの女性でしょ。タオは今あんまり違っちゃったんでびっくりしません。それでは歌ってもらいましょう。森高千里さんで、ザ・ストレス。歌い終わった男性歌手の皆さんの目が一瞬点になったというか、輝いたというか、ちょっと異様な感じになっています。今週のスポットライト、ウェイトレス姿の森高千里さんで、ザ・ストレス。さあ、それでは、ちょっと待って、はい、森高さんどうもありがとうございました。もうみんな注目して、で、あなた成田さんはああいうウェイトレスさんみたいな格好好きなんだってね。黒柳さん、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 なんか可愛いよね。黒柳さん、可愛いね。え、あ、岡本君、ありがとうございました。そして沖縄の皆さんもどうぞ楽しんでください。どうもありがとうございました。さあ、それでは発表を続けます。今週の第1位。はいはい、先週は見事1位に返り咲いた工藤静香さんでした。今週の第1位は恋人よ帰る時 V2、 工藤静香さん8966点。あ、いらっしゃいませ。おめでとうございます。はい、どうぞこちらへ。はい、じゃ本当にね、返り咲いてまた1位でいらっしゃいますが、はい、さて、今日は特別にですね、工藤さんの1位をお祝いしまして、こちらのカクテルを作ってもらおうと。こちらはですね、日本バーテンダー協会全国大会2連覇、また一昨年イタリアで行われました世界選手権にも出場した毛利隆夫さんでございます。こういうカクテルって好き。でもまだあなたはアルコール飲めないのね。これはノンアルコールになっておりますんで。そうね、だからこういう機械持ってるんですって。機械っていうの、こういうの。そう、ずいぶん前ですけど、こういうのがやってみたくて、東急ハンズに行って買ったんですよ。さっき一生懸命やるんだけど、手よりこう体の方がこうやって動いちゃって全然できない。本当に後で終わったらやっぱりどうしてあれを揺するのか教えていただいたら、綺麗なもんで、あなたのお洋服と同じ色ね。はい、薄紫色。これは工藤さんのために今日わざわざ調合して作ってもらったという。はい、この素晴らしいバーテンの方に、じゃあちょっとおすすめいただけますか。はい、本式におすすめ方を。ですね、ノンアルコールで非常にこう難しいカクテルだったんですが、工藤静香さん の、 イメージと、あと薄紫がお好きだっていうことで、じゃあちょっとおすすめ。はい、ちょっと一回飲んでみて。じゃあちょっと一口いいんですかね。いいんですよ、どうぞ。いただきます。アルコール入ってこぼれちゃいそう。音立たない。あ、おいしい。おいしい。これなんという。ですね、静香っていうか。静香今日作ったから、ね、静香というネーミングを今作ったんです。いや、ちょっとね、甘酸っぱくて美味しい、すっごい。じゃあ今度どっか行った時に静香ちょうだいとこに、静香ちょうだいって、います行って、はい、じゃあどうも本当に、じゃああと何が入ってるかちょっと伺っておきます。これ何を入れてお作りになりましたか。はい、ですね、ヨーグルトドリンクと、あとグレープフルーツジュース、グレープジュース、それとシュガーシロップが入ってます。そうですか。はい、大人の方が本当のカクテルにしようと思ったら何かこれに混ぜるものは、これにウォッカ入れますと非常に美味しい
カクテルになります。そうですか、ちょっとあなたどうです。いや、これにですね、アルコールを一滴落としまして、うん、濃い人よっていうのはいかがでしょうかね。そんなのいいですかね。はい、それでは工藤静香さんに、通算6回目でございます。第1位、濃い人よ。未成年なので。毛利さん、これはちょっと色が違いますけれども。はい、これはですね、今日特別に、徹子さんのために、徹子っていうカクテルを。徹子って言うんですか。なんかあんまり、あの、美味しくなさそうで恐縮ですが、誰が徹子ってのみなみなさん、いい。じゃあ徹子ですけど、じゃあここでハイポーズをおっしゃっていただかなくちゃいけないんで、じゃあ、あの、1位のね、あなた、よろしいですか。はい、よろしいですか、ポーズですよ。はい、どうぞ、せーの、ハイポーズ。はい、はい、いかがですか、徹子の味は。あ、うまいです、うまいですでも皆さんどうですか、この徹子は。ものすごくうまい。本当に美味しい。徹子は何が入ってますか。ウォッカだとグレープフルーツジュースと、あとグレナデンシロップ。どうですか、美味しい。どうですか、みなみ。いいと思います。いいと思います。皆さん、また来週ね。本当におめでとうございました。皆さん、ありがとうございました。中野さん、この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、ダメです、ダメだ、ふたち、衣装、衣装、ふたしてないの、キリン、ロッテ、あなた教えてほしいんでしょ、森さんに。日産自動車の提供でお送りしました。お父さんに教えてくださいますか。絶対飲みたくないですね、これ絶対飲みたくない。皆さん、また来週。どこまで人の感性に近づくのか。32リットハイパーメディアパソコン、富士通 FM タウンズ新登場。